これを拭かないといけないから、フェスを、このメガネ拭きを2つ用意して、これを持ってきてるから、この事前の準備がめんどくさいんでね、一応この辺も全部拭いたんですよ、さっきウエストで、あの濡れティッシュで、これで拭いたんですよ、汚れてたから。で一応ゴミがね、どうしてもやっぱつくんですよ、急に。あの扇風機今止めてるんだけど、扇風機はね回さない方がいいですね、ゴミが舞うから。これを何回か、普通のガラスフィルム貼ってもよかったけど、あれはね、後から商品買うからあれね、置いとこうかなと思って、あるように。あの HK ウルトラワンっていうのはね、また買おうかなと思ったんだけど、あれね、考えてみたらね、忘れてたんだけど、あれ SIM 対応になってて、あの SIM を刺さないと通話ができない、あの通話のね、送受信ができないんですよ、あれ。そういう仕様になってるんですよ、 SIM なしでは通話ができない仕様になってたっていうのがあったからね、それはちょっとやめてね、まあ、別の、最近ね、新商品、あの SIM 対応が主流になってるんですよ。だからあの YouTube で調べてる外人さんの動画とか一応いろいろ見てるんだけど、いいのないかなっていうことで、外人の方がね、商品、新商品なんかめっちゃ動画にアップしてるんですよ。日本人はあんまりやってないですね、俺ぐらいじゃないかな。ジョージガジェットっていう人も動画アップしてたんだけど、前、最近やらなくなってるから、あのクローンの紹介、アップルウォッチクローンの紹介動画やってないんですよ。だからもう外人の動画に頼るしかないんでね、どういう商品を買うかっていうのを決めるときに、こういう感じだな。これで綺麗になってるから、これで一応抜けてから、ここにも一応ゴミついてる場合があるからね、これ乗っけてからさ、乗っけた状態でやった方がいいかもしれない。ちょ、これも使った方がいいですね、エアのやつ。これがめっちゃ重宝するんですわ。綺麗になってるね。これでいいか、念のためにこれで。微妙になんか OK だな。よし、これでいきますよ。これでも剥がさないといけないから、下の剥離紙は。下の剥離紙今剥がしてるんで、よっしゃ、この状態で、あ、これもいいっすね、マスキングも。よっしゃ、これで、あ、ちょっとずれてるな、でよ、いいか、これで一応こうやって貼っとくさ、微妙にずれてないか、これ。
これでいいかな。粘着が強いからね。あ、合ってるじゃないか。大丈夫だな。OK じゃないかな。待ってよ。位置どうだろうな。これまだ貼ったばっかりだから。あ、ちょっとずれてるな。ちょっと微妙にずれてるな。待ってよ。ちょっと一回外そうか。上がやっぱ開くな。ずれてるな。もういいかこれで。これもね、同じように貼ってるんですよ。ずっと持ってるから。これの方がまっすぐ切れてるじゃないかな。同じやつなんだけど。なんかゴミ入ってるみたいだな。ほんと最悪だよ。ゴミが入ってるみたいだな。ここちょっと上が、ちょっとゴミ入ってるな。これでくっつけてからあれやかな。なんかゴミ入ってるみたいだね。これでくっつけようか。やり直そうかな。もうこれボツにして、だったらさ、ガイドワーク使わない方がいいっていうなるよな、結局は。これはでもね、何回も貼り直しできるからいいね。上がちょっとさ、あ、ずれ、あの、調整できるな、これ。貼ってても、微妙に。微調整できるな。あ、できるな。ちょっと横が、できるできる。大丈夫だな。どうかな。できた。こんなもんだ。ゴミが入ってないのは確認して、あとはこれテープつけてたからちょっと粘着がまだ残ってるんだよな。まだ粘着は残ってるな。
これまだ貼ったばっかりだからすぐ外せるんだけど、あとずらしたりできるんだけど、もう固定されるからね、時間経ったら。こんなもんだな。いいっすね。ゴミ入ってないよね。はい、こういう感じで普通にスワイプもできるし、30分いってるな。はい、こんなもんで。ガイドワクチンを使ったけどあんまり意味がないっちゅうか。はい、今回ねダイソーのフィルムをこの最初このガイドワク使って、これでマスキングテープで固定して、これで貼ったんだけど、ちょっと位置がずれてたから結局剥がして手でちょっと貼ってみました。はい、あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイ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 。今日はこれだけですね、動画は。ちょっと時間がねもう30分になるからね、フィルムまだ粘着は残ってるんでね、残ってるんですよ。ゴミは入ってるみたいですね。さっき俺はテープで取っちゃったから。はい、はい、こんなもんだな。はい、失礼します。